ランドモロの油がやっぱすごいな。ゲップだよ、どうかな。ちょっと僕のつまみ意識に。めっちゃうまいよこれ。本当、ね、全部美味しいでしょ。あーいかん、いかん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 。ちょっと窓開けて、窓開けて、全部窓全開けて。大惨事だ、大惨事だ。あの、大きい魚のパンは後でやるんで、ちょっとあの、酢につけときたいやつだけ先にやっちゃいます。チャリさん、今日のおメインの、メインを彩る、あとね、中伊豆のわさび農家さんから本わさびを撮影日に合わせて送らせてくださいって来て、すごい、ぜひすごい何ですかね。多すぎもん、うん、おろしがある、おろし、ああ、そう、なんかおろし、うわー、こんばんは。え、これすごい量じゃないの。一人よ、3本ずぐらい お持ち帰りだね。これすごくない、だってわー、ちょっと匂いが、ちょっと少し先ずっと切って、どうしましょうか。やべえ、やばい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 。あ、これは美味しいだろうな。楽しみだ。本物、本物、ありがとうございます。すごい、やつし、謎の謎の柔らかいやつ、なんでしょう。いや、保冷剤じゃないですか。あ、本当。保冷剤、謎の柔らかいやつ。ボンさんとかはきっと詳しいっすよ。あー、でもすごい香り、いいね、本わさびって。やっぱ、いや、今日油の乗りすごいから、うん、わさびすごい重要かもしれない。重要、重要、絶対重要。おー、油の乗りもするよ。おー、おかりちょう。おー、でかいな、こう見るから、この腹食べ。これすげー、これすげー、今日は優秀。すごいすごいね。誰一番大きいのっすか、ナンパさん。いや、俺とクビさんじゃねえことは確かそこだけは決まってる。これ、これが一番でかい。あ、ね、マジで俺のだ。おー、それがナンパさんですか。これ、これ食べます。これよっ、おお、あれの方がダメだから別を食べよう。うわ、八をでかい。八をうまそう。よし、こいつを食べましょう。おー、これはサワラ。サワラ、もし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 まぐれとくみたいな。何だ、 NG ワード言っちゃいましたね。いやいやいや、よし、じゃあ行ってみっか。ジャックさん、さばけるの、さばけるの。ケッパー何で使うの、ちょっと楽しみなんだけど。あ、ケッパームニエルしようと思って。あ、ムニエル、うん、僕昔あのそれこそ師匠純子さんに教わったムニエルをちょっと、あれ久しぶりにやってみようかなと思って、うん、いいね。剥いたら見せるけど、すっごい油。すごい油。え、室田さん、これ動いてる？あ、まだ動いてない、ごめん。うん、カメラ気にするようになっちゃった。そうそうそう、いや、じゃあさっき見せてもらったらすげえんだもん。大人劇場だからしょうがないっす、今日は。今日はね、ひでえ、ひでえよね、しょっぱなと最後。ね、美味しいところ全部持ってっちゃって、僕ら料理だけでいいですからぐらいのことしたのにね。あれ、ちゃんとさ、クライマックスで竿を折っちゃうとかさ、もう考えられないよね、もうびっくりだよ、あの演出。演出でしょ、あれはもちろん。オチはいらなかった。腕上げたよね。腕上げたよ。いや、いい腕してんなと思ったよ。いいね、そろそろ指落とすから。ああ、いいね。待ってるよ。いや、綺麗そうな包丁だよね。まな板はぴったりっすね。ちょうどいいっすね。これが最高。将来大きい魚釣れるグループでよかったね。なんかけど、あれじゃないの、村岡さんのこの企画でサワラがこんなに釣れるのって。いつも跳ねてる数よりも多いからね、釣った数の方が。いいよこれ。どうしよう、これもう半身もあったら十分なんだけど、どうしよう。じゃあこれは、取っとき、まあみんなで持ち帰りだから、うんうん、さてやるか。とりあえず、まずつまみが欲しいんだよな、うん、あれだったやん。で、あれだ、あの酒が進まねえよな。だけど、チャリ君が目の前でさばいてるの見ながら酒飲むのもいいね。楽しいね。なんかあの、タピアノの時の角度より全然いい。進まれるからいいんだ、うん、ね。じゃあやるか。ほい、
あれ社長か、工藤さん、これ焼きたいね。これ何も考えないでトースターに突っ込んどこうか、使用して切れるね。うん、切れる。いやー、いい、この包丁いい。さあ、これあのよくお肉買った時とかのさ、これ洗って取っておくと、いろいろと作業に非常に便利。金属だとどんどん暖かくなってきて、部屋の温度になってっちゃうじゃん、それがないからこいつ本当に。あ、そうなんだ。嫌になっちゃったら捨てられるし。あ、ちょっとね、仕事場に置いてて。まあまあ、何してるんですか。シールを剥がして。まだ大工さん、チャリさんが上でさばいてんのに下でミサが いや、うまそう。あー、うまそう。あ、いい香り。おろしがね、2ついただいたんで、1本はね、ここに置きますが、もう1本ジャッケ、おろし金欲しい人。はい、はい、はい、わさびおろし金、おろし金ジャンケン。最初はグー、ジャンケンぽい。負けた。お、チョキ買った。すごいね、普通ね、チョキで来る人って少ないんすよ。何振り。え、じゃあ次何出す。次はグー出しちゃおうかな。おー、グー出しちゃうんだな。最初はグー、じゃんけんぽい。あぶねー。おー、やったくっそー。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、負けた。おー、よし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 、じゃんけんぽい。あ、ありがとうございます。じゃあ僕と工藤さんで使わせていただきます。ありがとうございます。忘れてえかな、酔っ払って。しまっとこ。はい、食べたい。はい、チャリさん、これね、これありますからね。あ、もう待ってられる。やっぱり炙った方がいいかも。あ、うん、あのね、うん、炙った方がいい理由がいくつかあって、サワラってね、難しいんですよ、あの皮を引くのが。追いかけた。あ、うん、おー、でも炙るとすごいうまいよね、サワラね。うん、すぐ冷やす。あ、でも皮は剥ぐ。これは薄皮を取るんだ。剥ぐんだ、知らなかった。知らなかった。そのまま炙って、そのまま炙って薄皮がある。そのための熱湯だったんですね。そうっていうのは、ごめん、これね、この間気まぐれクックで学んだ。で、ジンが残るんだ。うん、すごいな、気まぐれクック。すごいよ、本当にすごい。さすがだな。誰もチャリ君のことを褒めないよ。そこはいいよ、そこはいいよ。11月のサワラが一番うまい。油が乗ってて、春がね、旬だけどさ。春でかすけど、本当に旬なの春が。でもさ、卵持っててやっぱだいぶ身に取られてるなって思うけどね。まあね、鈴木の旬も夏だって言うけどね、結構怪しいもんね。そうね、うん、まあ、でも鈴木の旬、夏はなんとなくわかる気がする。卵に行ってない。うん、あの、ちゃんと、なんだっけ、身の味がね、身がね、うん、この時期、鈴木はこの時期は太ってるけど、もうだいぶ卵に取られてるじゃない。マゴチもそうですよね。マゴチもそうね。確かに確かに、そうだね。日本海でたまに釣れるさ、イグイみたいなシルエットの目玉のちっちゃい鈴木、あいつ別格うまい。工藤さんとさ、村上春彦さんと、サスケのものところ、うん、さん、あったあ、フライヤーとめっちゃ美味しかった、ね、美味しかった、美味しかったね。村上さん、あれから俺と遊んでくれなくなっちゃった。なんだ、俺こと言ったんじゃないの。でも、あの時、あの時船がさ、危なかったじゃん。ギアが飛んで、更新ができなくなってさ。あ、更新ができない前提で、なんだっけ、どうやって上がったんだよ。もう一発勝負だったね。一発勝負だよね。遊んでくれなくなっちゃった、うん。え、なんか危険な人認定危険な人認定危険な人認定さ。あ、まあまあ、あの、会えば話してくれるんで大丈夫だとは思うんだけど、なんか遊びのお誘いは、そういえば遊びなんだけど、あれが最後かな。そうだったんだ。あーね、ちょっとこれ全部びっくりしたな。これさ、もう、あの、つまみ出しててよ。いいんですか。いいですか。じゃあちょっとこれ邪魔だから。村子さん、許しが出ましたよ、料理長から。あ、いいね、この感覚。あ、いいね、すごい。ね、誰か箸ある。え、箸ね、どこ、箸であるからちょっと探して。すごい。
おお。炙りすぎちゃう。あれ今塩してないんだよまだね。してないしないしない。しないの。へえ。出してごめん。香ってきた、香ってきた、ね、香ってきた、香りが、うん、さっきも言ったように、サワラは皮を剥くのが結構難しいから、うん、素人はね、背伸びせずに剥っちゃった方が結果して、あの、気がする、うん、すごいよね、ちゃんと緑が入るのが偉いよね、うん、じゃあいただきます。ウィー、この皿つったの誰？俺が釣ったやつ食おうぜって言ったじゃん。いただきます。まだサワラいっぱいございます。あんまい、クリさん食べて食べて。いただきます。はい、あ、もしかしてクリさん遠慮してた？いいよ食べて。いいですか？いいよ。すいません、今日クリさん乗ってた。ドキそういうこと言われちゃうとね、心にカサッとくる。でもいただくわ。初めてじゃない、クリさんが、うん、こうしんがりが行くのって。確かに大体カテテル側のね、うんうん、そうね、俺初めて見たから。なんかあった？いや、やっぱチカリ君が一発目釣ったのが何かあった、ね、そう、ね、のペース乱すみたいな。完全にね、あのペース乱されたから。うめーだなぁ。これはないよなぁ。これはないよね。じゃあチャリさん、いただきますよ。釣り方わかんねえとか言ってたくせに。釣れる気がしなかったとか今。あれ、もう食べていい感じ。うん、めっちゃうまい。あ、そう、うまい。そう、うん、油すごいもんね。ハラミがすごい。ハラのものの脂がやっぱすごいな。うん、うん、それ何？それ何？モキモキしてる。うまい。かんぴょう。え、どれ？その板みたいな。あ、板は板。あ、そっか。板か。板か。かんぴょう。ハラの脂すごい、うん、すごい。あ、多分そこだけ。皮のだけ。ごめん、ちょっとこれ焼き加減がね、よく難しいですね。うん、こんなに厚みを取って切っても美味しいんだね。そうだよね。で、てか、それがびっくり。それができるのがさ、うん、いいよね。さあ、何年目？知らない。知らない。小料理屋だ。これ、多分そこの、あの、なんだっけ、あの、洗い物のネット。洗い物ね。あれでやるよりは、あの板の上でやるよりは、うん、板の焦げ臭いのつかないし。おー、おー、やります。炙りの真骨頂が次だぜ。炙りはこっち。ちょっと待って。なんか仕込んであるの？なんか仕込んである。うん。船の上でやってたやつ。そう。締めてる。うん、すじめ、沖では塩で締めて帰ってきて、こっち帰ってきてすぐに酢を浸したんだな。へぇー、ただの酢。あ、違う、これが僕のレシピ。お酢、酒、みりん、水、紅茶、砂糖。砂糖、ひらがなで書いてある。うるせぇし、マジうるせぇし。不明よ。もう、なんだろう、火事です。止まった。なんか怪しげな煙が一つ立って大丈夫。あー、いや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 い
やらかしちゃった、ごめんなさい。おー、レモンかけて、うん、まだね、火がね、通り切ってないかもしれない。あんまり熱くないかもしれない、うん、おいしい。うまい。
うまいはうまいでしょ、うん、うまい、ね、これ実はその火にね、お酒をずっと染み込ませてきた。うん、めっちゃうまいよこれ、ね、本当十分美味しいでしょ、うん、めっちゃうまい。これ飲んでみよう俺も。塩コショウと、うん、あと、レモンかけてそれって、うんうん、美味しい、うん、でもこれないと成立しないですじゃないと、うん、と思う。ビニール袋の中にこの木の破片入れてお酒にジャブ漬けしといて使うと、うん、そのいわゆる酒蒸しになってくれる。そこからお酒が蒸発するじゃん、うん、これあの締めた方、おお、多分若干酢は入ってると思う。あ、美味しい美味しい酢で、めっちゃうまい。え、酢の味する？うん、なんかミスさんあれだね、赤ちょうちんにいそうな感じだね。俺は赤ちょうちんの町で育ってますから。そっかそっか。で、なんか巨人が負けてると怒ってそう。そう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 。美味しいね。なんか釣ってすぎてもいけるね、うん、なんかサワラ初日食べるのもったいないと思っててさ。何日目が一番美味しい？どうかな、油の乗り次第ですね。これだったら、これだったらなんか2日ぐらいじゃないかなと思うな。じゃあ3日目、3日目、なんか2日で3日目。9月ぐらいにタチウオの下道で釣ったやつはもう何日経ってもそんな変わらなかった。油が全然なかった。そうだそうだ、タチウオ1個食べちゃうか。もう座って何気にこれでかいし、いいっすね。何気にいいよねこれね。大きももう痛いんだよな。あんま食べないよね。食べる気分タチウオない、ね、なんか食べないね。卵食べます。卵は食べる、煮付けにして食べた、うんうんうん、美味しいっすね。うん、美味しかった。タチウオの場合ほら、苦玉が玉じゃなくて棒なんだよ。ほんとだ。へぇ、やべやべ、落ちた。おーい、やべやべやべ、何年経ってんだよ。ほんとタチウオは料理がしやすいし、間違いない感がすごいよな。何やってもうまいもんね、うん、白身の魚でこんな、なんていうの、味濃いのってなかなかないでしょ。うん、ね、すごい。うん、ほんと黙って見てるだけでいいね。ほんとにこれで酒飲めるよね。酒飲める。なんでお酒、おぉ、ものすごく丁寧だよね。それが大きいっすよね。うん、すげえ大雑把になっちゃう。仕事もそんぐらい丁寧にやったらいいな。奥さんにも丁寧にした方がいいんじゃない。順番としてこっちを先にやったのは、うん、いわゆる炙りでやるとさ、旨味が強すぎちゃうから食べ飽きるんだって。あ、なるほどね。あ、これ食べていいの？おい、いいです。四角いわけでよ。四角いわけや。あ、シャリシャリボキ。あ、おいしい。いつも作ってる。あ、もう全然浦安のと違うんだ。いつも食べてるタチウオじゃない。浦安のタチウオひどかった。どうせも匂うな、多少の油っぽい匂いが。一生懸命調理してもうちの息子が、うん、パパのマリーナの匂いがする。それだよ、分かるんだよ、その匂いだよ。それさすがだよな。さすがだよ。これから走ろうね、めんどくさからって。いつもさ、旅団反応で止めちゃうじゃん、うん、横浜までデカいスイッチ入れなきゃ。これさ、うちのあの、柚子絞って作ったポン酢、うん、これとか、いい、ね、今日油の乗りがいいからさ、口、うん、さっぱりした。自家製ポン酢だ。そう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 、おお、これいいよね。同じ、同じやの。炙りたてが美味しいもん。炙りたてが美味しい。うん。わさびもうまいなこれ。うん。あ、美味しい。うん。TKG とかになんかいろいろ乗っけてくるのが好きだし。ああ。ごめん、これ端っこ適当に焼いたら工藤さんごめんって感じ。先食べちゃうとめっちゃうまそう。これマジで塩で締まってるやつとか、うん、何もしてないやつとか酢がちょっと効いてるやつとか、うん、端っこばっかりだから適当にいろいろあるから。食いてぇな端っこ。ビトー、工藤さん来たよ。焼き物、火の通った、うん、焼き物が来た。火の通ったもの。いや美味しそうだなこれ。あ、美味しそうじゃん、うん、これ食べちゃおうかな。なんで、あ、おいしそう。赤赤なんでホロホロ。なんでノンアル飲んでんのって感じだよ。うん、うん、おいおいしい。油の乗りがいいかな。おいしい。焼くとふわふわだね。あ、もう香りからして。シャリ君、これポン酢がすげえうまいんだけど。うまっ。ポン酢は相当手間かかってるからそれうまいでしょ、うまいでしょ、うん、このポン酢作って。柚子もさ、うん、あの絞り汁で作ってるから、うん、そんなたくさんできる、うん、あ、そうなんだ、うん、意外とえぐいのよ、作
作りたてが、うん、で寝かした方がいいみたい。実はこれ今年のじゃなくて去年のポン酢した状態で寝かしてある。そうなんだ、うんうん、美味しい。このいいかもしれない。なんかニコニコしてるおっさんがいるよ。気持ち悪いだから。気持ち悪いだろ。ひどいんだけども。いや嬉しいよね。ね、喜んでもらえたらね。嬉しいよ。だって釣りしてる時なんか誰も褒めないじゃん。自分から褒めてくスタイル。釣ると罵られるからね。遠いの俺たちはね。それはメンツの問題かな。釣るなよ。さっきよりちょっと時間経ってから少しは酢が入ったかもしれないけど、まあ、あでもさっきより入ってるよ。さっきより入ってる。だいぶ入ってる、うん、さっきより。でもあんまりなんつうの、俺酢が入りりすぎるよりかはこれぐらいの方が俺いいだ、うん。あ、そう。うん。うん、美味しい、うん。ちょうどいいよ。あ、本当。うん。しっかり炙っても美味しいね。したらさ、うん、それいってみようか。うん。うん、いいじゃん。これこれね。さ、塩もって。うん。うまい。あ、そう。うん。うん。甘い。なるほど。うん。お酢で甘くなって、うまい、美味しい。酢だとなんか食べられちゃうね。うん、酢っと、うん、酢っと酢だけに、うん、酢だけに酢今手元取れば危ない。大丈夫。俺わざとスルーしようとしたのか。ここ引っ掛けるもんな。救世主かと思ってスルーしてシーンとなるのをなんか楽しみにしてたのに、ね、今いい匂い。いや逆襲成功でしたね、今回は。素晴らしい。素晴らしいですね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。逆襲成功。そんなに生ハム合わせちゃう。うん。へぇ。白ワインだね。そうだね。まさか今日は工藤さんが飲まないと思わない。いや、もう終わる頃だから言うけど、だいぶ風っぽくてさ。あ、そうなんだ。いや、さすがにね、あの吹雪の中で釣りしたら風邪ひくわと思って。あー、そっかそっか。もうずーっと寒気が取れなくて、うん、だから野菜持ってかなきゃいけないなと思ってたからさ。だから本当最悪届けて帰ろうかなって思ってたぐらいだもん。あー、帰れねーよ。けど熱は全然なくて、うん、なんで処方箋のところで並んでんのかなと思ってそっか、やっぱ小麦粉使うんだ。まだよ。いい匂い。ああ、なるほどね。焼いてね、うん、ソース作るんだ。あ、さっきのさ、うん、あ、どこいたっけ。何メガネ。あ、違う、メガネ。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 男についてるよ。あ、いやー、なんか本当面白かった。もう本当、腹筋切れるかと思ったの。あの時さ、いや、薄暗くて見えにくくてさ、うん、まだおでこにあったならまだいいんだけどさ、メガネしてたからね。そう。メガネしてたんだっけ。あ、そういうこと。そう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 。そうだけどね。ねえねえ。うん。ペッパー汁な。うん。ペッパー汁。あとで中身も入れるけどね。うん。キャリさんの包丁。あ、そう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 。すごい電気入ってんじゃん。うん。あ、そうそう。どんどん歯がちっちゃくなっちゃった感じ。うん、これじゃあこれ柳田でお魚料理大好きですみたいなことが書かれてたら、うん、なんかお寿司屋さん畳むっていう人が、うん、親父の使ってた道具をもらってくださいとかって。へえ。それでそうは言っても柳田って何本もいらないじゃん。うん、もらってから持て余しちゃったから。チョインってぐらいだって削って先端だけにして細工包丁ちっちゃいの作ったらすげえ使いやすくてさ、うん、なるほど、うん、何今のフーンってチョイン。いや、そう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 、チョインって何なんだろうって考え出したらちょっと分かるよ。分かるのかよ。チョインってやって正解だね。なんか気合いも、うん、もう後からそのままがグリーンピースみたいな、うんうんうん、よし、いいぞ、うん、1枚ぐらい。はい、どうかな。ちょっと僕のつまみにしてみよう。どうですか。グー。
めっちゃ OK。 大丈夫です。 OKOKOK。 大丈夫です。 OKOK。 ちょいレモンかな。カニ、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 うまい、うまいよね。どれ、え、うまい、うまい、うまいな、これ。あ、料理だ。なんか、うまい、うまいな、うまい、うん、うん、よかった。なんで優しい声だ。お父さん的笑顔。親父が何人言ってもなんとも引くな。何食べようか。次12月予定してたじゃん。うん、うん、カワハギ、最高のカワハギ肝あえを食べるぞ会。いやだって今回俺たちサワラも来れたじゃん。もうカワハギもみんなで船乗り行ったら釣れるんじゃない。カワハギってまあまあ鬼門じゃない。まあまあ鬼門、同じこと言うと思った。え、今度はなんとかなる。あ、出た出た出た。しかも根拠がない。もう根拠長なんて、ああいうのあるよね。そうなんだ。カワハギはひょっとしたらね、ナムチンが一番うまいかもしれない。あ、かもしれないな。兄ちゃんそのケチョンケチョンにやられる回っていう。俺らね、うん、絶対そうなるよ。じゃあ次カワハギやりましょうと。カワハギね、年明けにちょっと新年会、まあ、釣りもいいんだけど、最近俺も豊洲市場とか買い行けるようになったんで、うん、何人かで買いに行って手巻き寿司の会みたいな。全員で行っちゃうと大変だし迷惑になっちゃうかもしれない。2、3人ぐらいで行って、どっちかというとここでワイワイ飲む会、うんうん、まあ新年会、新年会、うん、したらそっち。そうだね、うん、ね。で、2月にクロアナ、それ釣って、まあ、俺が今持ってるフィールドだと金谷しかないけど、うん、持ってって巨大カバ焼き作ってみたみたいな。YouTube ページ面白いじゃん。ご飯も2メーターぐらいうまく平盛りして、うん、ずっと。YouTube 的には美味しいな、うん、居酒屋チャリに行った。やろう、ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。じゃあ終わります。お疲れ様でした。